澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、法学部行ってみたいと思います。皆さん、今から扱う問題の全体像なんですが、皆さん、長文の内容は専門家4人の意見が列挙されている文章でございます。で、設問形式はですね、問いの1番から5番までございまして、で、問1番と2番は、よくある。まあ、他の大学でも、他の学部でもよくあるような、内容一致問題ですので、そちらよりかは、法学部ならではの全体像を把握する問題。タイトルを考える問題。そして、続いてですかね、スペルをヒントにして考える単語の問題がございますので、こちらの方がですね、皆さん次に繋がるかなというところでございますので、ちょっとこの辺を中心にやってみたいと思います。で、皆さん、もちろんその続にスペルをヒントにして考える問題っていうのは、例えばこういう問題でございます。皆さん、アスキュート。意味皆さんどうですか？って時に、わかりません。って多分なるかと思います。でも、皆さん知ってる単語、なんか綴り、これと似てるんじゃなかろうか、というふうに推測することは皆さんできるかと思います。皆さん、アキュート。皆さん、アキュートと皆さん、アスティート。そうですね。皆さん、偶然ではないですよ。皆さん、語源が同じ。皆さん、語源が同じになってくると、これですね。綴りが似たようなものになり。そして、綴りが似てるということは、皆さん、意味もほぼ同じになりますよ。そういう特徴ですよね。それを皆さん、活用していただきますと、アスティュート。おそらくこの意味ではなかろうかというふうに考え出すことができますからね。ですから皆さん、アキュート、皆さん、鋭いっていう皆さん知ってるかと思いますので、そこから皆さん、アスティード、鋭いではなかろうかというところですね。そういう類推が、皆さん、この問いの5番でできますので、ちょっとやってみたいと思いますので、頑張りましょう。さあ皆さん、第1段落でございます。ちょっと皆さん、一読をお願いいたします。前振りになってますからね。この後、専門家1人目いきます。さあ皆さん、説明の指示をですね、よくご覧になっていただきたいんですが、皆さん、ここにですね、皆さん、オーガニックに賛成している専門家、それをこう選択肢の中から選ぶという問題がございます。ですから、今、画面には、専門家一人目のお話が書かれてあるんですが、一読をしていただいて、賛成しているかどうかですね、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、何箇所か線を引っ張ってみたんですが、例えば、プロダクティビティは簡単ですよ。プラスの価値観ですね。そして、ベターシェイプということですね。プラスの価値観ですね。もしくはこのあたりでもいいかと思いますが、土壌もしくは水なんかを汚染しませんよということです。ですから、非常にこう、好意的に考えていると思われますので、選択肢皆さんこう見ていただけると、専門家の一人目ですね。バッチリということですが、これで皆さん選択肢6つが3つに絞れましたので、この後2人目、3人目に行きますね。ただ皆さん、場所をちょっと確認していただきたいんですが、例えばこの辺りだったら、B 動詞の右側ですね。そしてこの辺りは、前置詞の右側。そして皆さん、いつも言ってますね。否定語から右側要注意ですからね。情報構造バッチリです。さあ皆さん、専門家2人目でございます。この方が、オーガニックに好意的なのか、そうでないのか、皆さんちょっと一読してですね、考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、
対比を示すホワイルが出てますよね。皆さん以前からお伝えさせていただいておりますが、対比を示すホワイルはかなり重要ということでございます。ですから皆さん今日も根拠になってますからね。What sounds like the perfect solution。こちら皆さんプラスの解決策と言っときながら、その一方で、この後ろはマイナスですよというサインになっております。もちろん文末ファンタジーと書いてますね。そしてこちらでも同じです。While natural sounds better。better に聞こえるんですが、一方で it's not synonymous with safe ということで、安全と同義ではないんですよということですね。ですから、マイナスの価値観を持っておりますので、この問いの3番の選択肢。これが皆さん、×ですね。で、根拠とした場所はどこですかって言われたら、もちろん、ホワイルを含んでいる文章中、例えばこのあたりだったら、B 動詞の右側ですよね。マイナス。そしてこれは、B 動詞の右側と考えていただいてもいいでしょうし、否定語から右側というところも情報構造バッチリです。さあ皆さん、3人目の専門家でございます。皆さん、一読をしていただいてですね。そして、好意的に持ってるか、そうでないかを考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、下線部引っ張ったところですね。ご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、例えばこの辺りですね。There are few, if any, health benefits, てんてんてんということで、皆さん、健康的なその恩恵利益ですね。それが、まあ、例えあるとしても、few, ほとんどないですよという話ですね。ベネフィットがないわけですから、マイナスでございます。もしくは、この辺りよく読んでいただきますと、コストがえらいかかっているという話もありますので、マイナスということですね。ですから、専門家3人目は、好意的ではないので、こういう感じになりそうですね。ですから、専門家4人目を読むことなく、答えは C ということで、確定でいいかと思います。で、皆さん場所はどうなってますかっていうと、このあたりは、これですね。B 動詞の右側と考えていただいてもいいし、few、否定語ですよね。否定語から後ろをよく見てくださいね。もしくはこのあたりも、コストですね。一般動詞の右側が確定できている根拠となっております。もちろん、文末と考えていただいても、情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いてとね、4番でございます。説明の指示を見ていただきますと、皆さん、ベストタイトルを選べという問題でございます。で、もちろん今から考えていただくんですが、問いの3番のタイミングでも大体ある程度内容がわかります。というのも皆さん、オーガニックに対して、賛成している人と、反対している人、肯定的に考えている人と、否定的に考えている人の2つ、2パターンの方々がいるという判断ができておりますので、それで皆さん考えていただきますといけると思います。さあ皆さん、正解は E ということでよろしいかと思います。皆さん、下線部引っ張ったところをちょっとよくご覧になっていただきたいんですけども、プロス&コンス。賛否両論ですよね。別にもしこの表現知らなければ、ちょっとぜひ押さえておいてほしいなという感じがいたします。賛成と反対ですよね。まさに対比の関係でございます。先ほどもお伝えしましたが、専門家の中でオーガニックに対してですね、前向きに考えている人と、そうでない人に分かれているわけですから、賛否両論ありますよっていうところで、選択肢の E がバッチリです。すみません、最後は単語の問題でございます。あと3題で終了ですからね。まず1つ目は、クラックスでございます。これが、ここにあるんですね。で、皆さん選択肢5個並んでおりますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。サミさん、このクラックスですけども、おそらく、初めて見かけるんじゃないかなという感じがいたします。じゃあ、どうしますか、と言ったときに、今日全体像でお話をいたしましたが、皆さん、綴りがですね、ヒントになるんじゃないか。つまり皆さんが知っている単語で何か思い出せるもの、紐づけることができるものないでしょうか。と考えたときに皆さん、これならなんとかなりませんかね。クルーシャル。つい出だしが似てますね。ですから、クルーシャル、重大な、重要な、ということから、類推はいけますね。
もちろん正解は A のハートということでよろしいかと思います。もちろんハートは心臓ですよね。心臓ってことは皆さん重要な部分、核になる部分ですからね。ですから、このクルーシャルと言い換え可能と考えていただいてよろしいかと思います。さあ、続いて問いの2番、プロヒビティブですね。皆さん、これがどんな意味になるのかということなんですが、皆さん、場所はこれになってますからね。で、皆さん、左側、このあたりからちょっと熟読していただけますと、選択肢絞れるかと思います。で、皆さん、お値段ですね。コストの話をしておりますので、皆さん、コストがかかるのか、かからないのか、お値段が高いのか、安いのか、というふうに考えていただけますと、皆さん選択肢、なんか絞れそうですよね。Dであれば、エクセッシブ、過度のってことですから、多分高いんでしょうね。で、Eであれば、インエクスペンシブということですから、あまり高くないということで、さあ、どっちにしましょうと。で、あともう一つのヒントは、綴りですよね。皆さん、スペルよく見ていただけるとよろしいかと思いますが、プロヒビット、それが隠れてますよね。禁止する。で、禁止するというプロヒビットとつながりそうなのは値段が高すぎるのか、高くないのか。もういけそうですね。で、皆さん、禁止ということですから、皆さん、マイナスの側面ですよね。で、皆さん、マイナスの側面と言われたら、高すぎる。こっちですかね。選択肢の D が正解です。それでは最後はこれでございます。4GO ですね。で、本文これでございます。皆さんちょっと前後眺めていただいてですね、選択肢確認していただけるとよろしいかと思います。それでは 4GO ですが、さすがにこれもですね、初めて見るという方が大半かと思います。で、問題はやっぱり、スペルですね、綴りでございます。皆さん、この4GO が何に見えるのかというところですね。で、これはどうでしょうかね。forget、忘れるですよね。ですから、皆さんここに当てはめていただけると、皆さん買うのを忘れるというような感じで言っていただけると、絞り込めるんじゃないでしょうかね。さあどうでしょう。皆さん、do is out、これいけませんかね。うにゃにゃなしで済ますという意味の熟語でしたね。ですから、買うのを忘れるんですね。買うのを忘れるということは買うことなくそれでやっていくというふうにも言い換えることができますので、選択肢の B が正解ということでよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。さあ、法学部ですね、皆さん、文章全体が複数人の意見で成り立っておりました。で、皆さん、複数人意見が出てきたらですね、皆さん、お気づきの方、うすうす気づいてる方いらっしゃるかと思いますが、もう大概賛否両論になるんですよね。まあ当たり前っちゃ当たり前ですが、賛成の人ばっかりバーって並ぶこともないでしょうし、反対意見の方ばっかりバーって並ぶこともまあないかと思います。ですから、賛否両論はもう、もう当然と思っていただいてよろしいかと思います。で、もちろん、賛成と否定ですから、もちろんこれですよね。普段意識していただいている対比の関係もしっかりありますので、ですからこそ、説問に絡んだり答えにつながったりする可能性が高いということでございます。で、もちろん賛否両論は先ほど正解の中にありましたが、これまた出くわす可能性も十分ございますので、プロスアンドコンズっていうのは知っておいた方がいいかなという感じがいたします。ですから皆さん、この後お時間よろしければ、ノート取っていただいてですね。で、ノート取った後はいつも通りこれですね、赤シートで隠してスラスラ言えるというところはいつも通り頑張っていただけるとよろしいかと思います。そして皆さん、法学部、皆さん、単語の類推問題出ておりました。で、どうやって答え出したんですかって言われたら、皆さん、綴りですよね。つまりスペルをヒントに答えを出しました。で、こういう視点はじゃあどうですかっていうところなんですが、やっぱり普段から意識してないとですね、なかなかこう発想がいかないという感じもしますので、皆さんご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、私は TOEIC 対策スクールを SLC、を妻と一緒にやっておりましてですね、で、それの YouTube チャンネルもございますので、皆さんスマホでご覧になっている方は、この画面の右下にこのボタンあるかと思いますので、皆さん押していただきますと、リンク先貼っておりますので、ですからこの後、またお時間よろしければご視聴、していただいてもよろしいんじゃないかなという感じがいたします。
ですから、とにかく、綴りがヒントになってくる可能性が極めて高いので、これは、かなり意識しておいた方がいいんじゃないかなという感じがしますので、参考になさっていただけるといいかと思います。ということで皆さん、法学部一旦終了しますが、明日以降もまたよろしくお願いいたします。